八重奏曲とは八つの楽器による重奏曲、もしくは八人の奏者のための楽曲とも定義し得る。最も有名な作例はフランツ・シューベルトによる八重奏曲とフェリックス・メンデルス・ゾーンの二つである。メンデルス・ゾーンが16歳で原楽八重奏曲を作曲したようにジョルジュ・エネスコは19歳で八重奏曲を完成させている。 その他のロマン派の80奏曲に、ニルスガーゼの、原学80奏曲作品17やヨハンス・ベンセンの、作品3、レーン・ゴリ・トグリエールの作品5が挙げられる。またマックス・ブルフは、1920年になってもなお、メンデルス・ゾーン様式で、原学80奏曲を書いていた。イーゴリ・ストラビンスキーは、フルート、クラリネット、2つのファゴット、2つのトランペット、2つの、 トロンボーンという風変わりな編成によって、感覚器のための80奏曲を作曲している。あまり有名ではないものの、パウル・ヒン・デミットも、クラリネット、ファゴット、ホルン、バイオリン、2つのビオラ、チェロ、コントラバスのための80奏曲を作曲した。ドミートリー・ショスタコービチは、超絶技巧を要する無調の、弦楽80奏のための2つの商品作品11を作曲している。 エドガー・バレーズのオクタンドルやジョン・ケージの A とも一種の八重奏曲に数えることができる。外来語としてオクテットと表記する場合は8人編成のジャズバンドを指すことがある。例えばサクスフォン奏者のダビッド・マレーは有名な実験的ジャズ・アンサンブルザ・デビッド・マレー・オクテットの主催者である。欧米の言語では例えば英語でオクテットという場合 八重章曲のことを指すこともあるので原文に当たる場合は気楽曲と声楽曲のいずれを指すのが注意して対訳することが必要になる。特に気楽曲との区別が必要な場合にはボーカルオクテットということもある。標準的な八重章はソプラノ、アルト、テノール、バスがそれぞれにパートあるものを言う。ありがとうございます。